丸暗記しない、模型塗料の覚え方ということで、進めさせていただきます。今日今からお話しすることはですね2つございます。でそれはですねまず1つ目は、このこちら模型塗料の中身ということでございます。はい、それともう1つ模型塗料は3種類ですよと、これをちょっとお話しさせていただきたいと思います。この2つのキーワードを持って、僕なりの模型塗料の覚え方というのを、皆さんにご案内できたらなと思ってます。模型塗料の中身、皆さんご存知でしょうか。これどういう風になっているのか、まずまあ四角い瓶があるとしましょう。その中に、こういう粒々がいっぱい入ってます。はい、これがですね顔料、色の粉が入ってます。この中にですねこういう点々がいっぱい入ってるんですけれども、これがですね樹脂です。はい、アクリル樹脂というのが入ってます。当然粉がですね入ってるだけではくっつかないですよね。全部パラパラと落ちてしまいますので、落ちてしまわないように固めるための樹脂が入ってます。はい、でそのままだと粉と樹脂では、模型の上に塗ることができませんよね。それでですねこれを液体で包んであります。これがですね溶媒という名前がついてるんですけれども、この3つですね、この3つで塗料というのは構成されてます。今だいぶ沈殿してる塗料なんですけれども、ここにそれが入ってるんですね。この下に溜まってるのが顔料とアクリル樹脂が入ってて、この上に溶媒と呼ばれるいわゆるシンナーっていうのが入ってます。だから、模型塗料をよく混ぜてくださいねっていうのは、この塊をですねもうぐち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 混ぜないと、正常な状況にならないよっていうことになります。塗料を塗った塗料が固まるっていうのはこれどういうことなのかというところ、ここもちょっとね軽くで覚えておいてもらったら分かりやすいんですけども、まあこの下の白いところ、これあのプラスチックの表面だと思うんですよね。ここにですね溶媒が、まあ、塗料がくっついてるわけですね。こうやってそれがですねこの溶媒が乾燥してなくなる、揮発していくんですね。水であろうが何だろうがなく揮発してなくなっていって、この中身だけになります。これが中身だけになってギュッと固まって、こうやってギュッと固まって、なる状態、これが、塗料がくっついた状態です。次はですね、溶解力という書いてありますけれども、模型塗料というのは大きく分けて3つになるんだというところをですね、こう上から下まである溶かす力みたいなですね、溶媒の力の溶かす力、まず強い部分ね、溶媒の強い力の部分が、弱いところですね、弱いところがあって、で、まずですね強いのはですね、タミヤの缶スプレー、これ溶媒、溶解力強いです。それから、ミスターカラーの、塗料も強いです。それからガイアカラーのサフですね、こちらもとても強いです。これがですね溶解力の強い部分、これをラッカー系と言います。はい、これがまず一つ目の種類です。それからですね溶解力が、弱いというか、まあ、ほとんどないようなものなんですけれども、これねタミヤのアクリルカラー、これが一つ目にきます。それから、水性ホビーカラー、これも非常に溶解力、溶かす力はほとんどありません。はい、これ真ん中にきます。これをですね水性系アクリル塗料という言い方をします。水性系の塗料です。水に溶けるタイプはほとんどその溶かす力がないんですけれども、これ真ん中の2番目の水性系と言われるものになります。あとはもう一つ下にジャンルがありまして、タミヤのエナメルカラー、これも溶かす力はほとんどないです。はい、から同じようなものとしてウェザリングカラー、これもあります。この辺はですね総称して油性と呼んでいいと思います。だいたいこの3つです。ラッカー系、水性系、油性ですね。であとね水性系、真ん中のこの水性系なんですけれども、もう一つ呼び方があります。これはですねアルコール系です。はい、アルコール系っていう名前で呼ばれているのもまたここなんですね。このタミヤのアクリル塗料ですね、これ匂ってみて当然水じゃないですよね。これねアルコールが入ってるんです。この真ん中がアルコール性って言われるそうで、水とアルコールが混じってるんですね。はい、アルコールと水ってお酒の原料ですから混ざるんですね。
とこミスが真ん中は入ってるんで、一番下の油性っていう部分とは混ざらないです。水と油なんで確実に分離しますんで、混ぜると混ざらないです。初心者さんの悩みの一つが、塗った塗料が上からどんどん、まあ、ある程度塗り重ねますよね。そしたらね、溶けちゃうと、下が溶けてなんかもうぐちゃぐちゃになってしまったと。でキャンディー塗装をしたいんだけれどもぐちゃぐちゃになったとかね。あそれはそうやでみたいな、こっちから聞くとそうなんです。それ意味がわからないっていうのは なんでだろうっていうふうに思うんですよね。それがですね、その塗料がね溶けるっていうのはどういうことなのかというところなんですよ、うん、そこが分かれば、さっきのその 図形で見せたその溶解力の部分と重ね合わせると、まあ、スッと分かるんですけど、まずですね、この固まった状態にこうドーンと上から塗料が上掛けされるわけですね。これはまあ何の塗料でもいいんですけど、これが上掛けされると溶けるんですね。溶けてこう元に戻るわけですね。最初の状態に戻るわけです。塗料の仕組みって何っていうとお話しした最初の状況に戻りますよね。ブワーって広がって、この溶かすのが、まあ、溶解力が強いと僕は考えてるんですけど、この戻る力ですよね。で溶解力が強いものに関して言えば、溶解力が強い関して言えばさっきみたいに戻ってくれます。要するに溶かすと溶けるということですね。ところがその溶解力の弱いこの辺はその力がないので、上から上塗りしても溶けないです。実際も強いのはここだけなんで、注意するべきなのはこのラッカー系だけ、これを上塗りした時だけ注意したらよくって、あとは乾燥してしまえば上から塗っても全然ほとんど何の影響も及ぼさないので、安心して上から塗り重ねてください、はい。だから塗料は3種類あって、その溶解力、溶かす力が、強いのと弱いのがあるんだということになります。だから強いのを上から、塗り重ねると、溶けてしまうんですよということになるわけですね、はい。ちょっと話は変わるの、トップコートっていう言い方をねしますよね。トップコート、トップコート、あれややこしない、ややこしいですよね、うん。そのトップコートがですね、何種類もあるわけですよ。でもトップコートっていう言葉自体がよくわからないで、商品名にも書いてあるしよくわからない、何のことだと。でタミヤの商品を取るとトップコートって書いてないんだけれども、なんか模型雑誌にはトップコートをかけてみたいなことが書いてあったりとか、最後にトップコートしてみたいな書いてあって、もう何のことかわからないですよね。もう現時、まあ2つあるわけですよ、トップコートなんて言われる、そのあこれ一緒かなと思いきや なんか違うなみたいな感じね。トップコートって2つありますよね、はい。でこれですね、さっきの3種類の中に当てはめるとどこに来るのかということですね。これもう慣れてる人は分かってると思うんですけれども、この瓶のタイプ、この瓶のタイプはラッカー系の上の方に来ます、はい。でこっち、これとね、あと緑色が最近できてるんですけど、これなんですけど、これがね、これも同じです。この真ん中の部分に来ます。これ水性系って、ここにね水性系って書いてあるんです。それはね、この真ん中に来ます、はい。溶解力がね、ほとんどありません。で、これとかよくその、水性なので上から重ねるしてもデカールも溶かさないしとか、いろいろ書いてあるんです。安心して使えますよって書いてあるんですけども、それは溶解力がないんですね。だから固まった塗料を元に戻す力がほぼゼロなので、安心して使ってくださいねっていうことなんですね、ガンダムマーカー、これもね初心者さんの方が結構使われる塗料だと思います。これも皆さん悩まれる塗料の一つだと思うんですけども、これのお話ですね、はい。これが、そのさっきの塗料の3種類の中のどこに位置してくるのかというのが分かりにくいと、最初にですね、まずリアルタッチマーカー、これですね、リアルタッチマーカーというの、汚しをするためのものですね。それと同じくそれをその溶かすためのなんかぼかしたりするぼかしペンというやつがあるんですけども、この2つ、
これがですね、どこの辺に、この図の中のどの辺に来るかと言いますと、こちらですね、まあ、ここ隅っこに書いてあるんです。水星って書いてあるんですけども、答えはそうなんですね。よいしょ、ここ。ここですね。この真ん中あたりに来ます。うん。で、もう一つの、このガンダムマーカー。これですね。これですね、水星とは書いてないんですね。うん、これね、アルコール系って書いてあるんですよ。アルコール系って書いてあって、何のことかと言いますと、大体ね、この辺、ちょっと上のあたり。うん、で、リアルタッチ、ぼかしペンよりも強いです。乾燥すると、ぼかしペンじゃ消せないです。はい。リアルタッチマーカーは、消せます。乾燥しても消せるんですけど、なんかね、そんな感じになってました。で、すごいちなみにの話なんですけど、このリアルタッチマーカーっていうのは、ピグマックスっていう、子供がお絵描きするための絵の具が、ペンがあるんですね。水彩絵の具みたいなのがあるんですけれども、何にでも描けますよ、みたいなやつがあって、それとほぼ中身は同じです。ですから、リアルタッチマーカー以外の色もたくさん実は使えます。で、同じように、このぼかしペンで消すことができます。模型塗料の中身というのは、溶媒と樹脂と顔料、もう大体はこの3つで大雑把に言うと構成されているということで、この、周りを包み込んでる溶媒が乾燥してなくなってギュッと固まるということですね。で、もう一つ、模型塗料は3つの種類がありますよと、1つ目がラッカー系塗料、それから水性系塗料、アルコール系とも言いますけれども、水性の塗料、水に溶ける塗料、それから油性の塗料です。ラッカー系はいわゆるシンナーですね。トルエンみたいな、本当に臭いです。水性系は、アルコールの匂いがします。アルコールは水と混ぜてもお酒になるぐらいですから、水と親和性が高いので、水を混ぜても大丈夫ということです。で、一番下が油性系。これはね、灯油みたいな匂いがします。油なんで、で、油ですから当然水混ぜたら弾きます、ぐちゃぐちゃになります。で、真ん中は水を混ぜてもアルコールだから大丈夫で、このラッカー系はなんか違うんで、水混ぜたらおかしなことになります、ダマになりますという感じです。だから水が使えるのはこの真ん中だけ、水混ぜたら上は下はダメです。はい、って感じで、一番溶かす力が強いのはこのラッカー系です。だから、あらゆる塗料の上からラッカーを塗ると全部溶けます。で、この油性系にラッカーをぶち込んだら、こう全部溶けます。エナメルカラーも全部ラッカーで溶かしすることができます。逆に言えば、筆を洗いたかったら、このラッカー系の溶剤で洗えば全部溶けます。はい、ということで、もうちょっとお話ししますと、ただですね、まあ、この3つの分け方というのは、そんなに概要でして、本当に初心者向けのお話でして、もうちょっと細かく話しすると、まあ、もうちょっと話は分解できるかなというふうに思うんですけれども、大体ですね、これはほとんどなんか似たようなもんなんですよ。混ぜてね、溶いてもね、割と、本当に同じように使えますし、で、タミヤのアクリルには、普通にラッカー溶剤を結構、入れて僕はエアブラシで拭いてます。すると非常に綺麗に溶けてエアブラシから出るので使いやすいんで、だいたいこの上のくくりというのはもうだいたい一緒みたいなもんだなぐらい私思ってます。で、それに対してこの下の方はね、なんか結構違うジャンルに位置してます。これはもう灯油系だからかな、なんか全然違うんですよね。ほんで、そうでね、そう上がりましたけど、これね、油絵の油性系の中でもね、エナメルカラーとウェザリングカラーってね、違うんですね。で、溶かす力が強いのはさっきちょっと上に上がりましたけれども、エナメルカラーの方が強いかなっていう感じで、ウェザリングカラーが固まってもエナメルカラーで溶けることができます。逆ができないんですね。だから逆に言えば、この図は全部逆にできるので、エナメル塗って上からウェザリングカラーべちゃべちゃ塗っても、エナメルは溶けないんです、ね、この図は逆にしたらいいですからね、塗り重ねを逆にしたらいいので、結構この差を知っていくとミリタリーモデラーは結構うまくいくと思います。あとガンプラ用する人も
これ知っといたら結構うまいことできます、はい。水性系のね、この水性ホビーカラーもね、この中2つ今用意してますけれども、これもね若干違うんですよ。こんな感じ、うん、水性ホビーカラーの方が強いですね。なんか強いです。アクリルはそのタミアクリルはそんな強くないかなという印象なんですけどね。ですね、はい、そんな感じでして、はい、ということで、もうこれだけでございます